染システム研究室の今井でございます。本日はウイルス感染症の重症化メカニズムについてお話しさせていただきたいと思います。インフルエンザウイルスやコロナウイルス、これらのウイルスが人に感染いたしますと無症状の場合もありますけれども、重症化して、集中治療室 ICU で人工呼吸や ECMO などの集中治療が必要になることがございます。コロナウイルスに関しては2003年の SARS、 2014年の MERS、 そして、2019年から流行しています COVID-19、 このようなコロナウイルス感染症がございます。重症化に関わる因子としましては、ウイルス側の因子と人宿主側の因子に分けて考えることができます。ウイルス側の因子はウイルスゲノムで規定されるもので、ウイルスの病原性や、ウイルスの生存力や組織親和性などを決めているものです。宿主側の因子としましては、疾患感受性遺伝子の多形をはじめとした遺伝的要因に加え、加齢や、基礎疾患などに関係した免疫学的因子やエピジェネティクス因子、代謝因子などの非遺伝的な要因、これらが複雑に関与してこういった重症化の病態を形成するというように考えられます。重症の呼吸不全であったり、多臓器不全、サイトカインストームであったり、DIC、血管炎、このような病態が引き起こされます。で、2019年の新型コロナウイルス感染症が現在問題になっておりますけれども、これは新型コロナウイルス SARS-CoV-2 による呼吸器ウイルス感染症でございます。社会活動や経済活動に未曽有のダメージを与えています。世界で感染者数は3000万人、死亡者数は100万人を超えました。国内でも9月29日現在、感染者数は8万3000人、うち死亡者数は1500名を超えていると報告されています。今後、経済活動の再開と感染防止の両立が課題でございますが、経済活動の本格的な再開に伴って、感染者数は増加に転ずる可能性があり、第3波の到来、感染の長期化が懸念されています。また、冬に向けて、インフルエンザが同時流行いたしますと、医療への負担が増大し、医療崩壊を招きかねないということが危惧されています。そこで感染したときに重症化しやすい高齢者や基礎疾患を有する人をいかに感染から守り、重症化を阻止するかというのが喫緊の課題でございます。で、各国で、ワクチン開発が急ピッチで進められて、開発競争が過熱しています。有望なワクチンをめぐる国家間の争奪戦が激化しておりますが、日本においては安全性の高いワクチンを国民に広く供給できるよう準備が進んでいますが、まだ供給には至っていない状態です。治療薬に関しましても、アビガンやフサン、フォイパンなどの既存薬や新薬の開発研究が精力的に行われていますが、現時点では COVID-19 に関してレムデシビルのみが承認されている状況でございます。で、こういったウイルス感染症、私どもはインフルエンザウイルスの重症化を中心に研究していますので、今日はその成果を中心にお話しさせていただきたいと思います。インフルエンザウイルスは一本差のマイナス差の RNA ウイルスですが、人の細胞の核内で、ウイルスゲノムの転写複製が行われるという特徴がございます。これまで、抗ウイルス薬としましては、この黄色で示しますようなウイルスタンパク質を標的としたものが開発され使用されています。代表的なものは、ノイレミダーゼの阻害薬オゼルタミビル、タミフルなどがございますし、あるいはウイルスのポリメラーゼの阻害薬、ファビピラビル、こういったものがあります。しかし、このようなウイルスを標的とした抗インフルエンザ薬は、先ほど示しました重症化した症例ではもはや効かないというような問題がございまして、重症化の予測に基づいた先制医療、重症病態に効く新薬の開発が望まれています。で、本日は RNA の核外輸送に焦点を当てた仕事と、
クロマチンの工事構造のダイナミクスに焦点を当てた仕事をお話しさせていただきたいと思います。でまず私どもは高不飽和脂肪酸由来のリピッドメディエーターに着目いたしました。アラキドン酸由来の N6 系の代謝物、 EPA や DHA 由来の N3 系の代謝物がございますが、黄色で示しますようなアラキドン酸由来のリボキシン A 法やEPA 由来のリゾルビン E1、 DHA 由来のプロテクチン D1 やリゾルビン D1、 これらには抗炎症作用があることが知られていましたが、ウイルスの増殖を抑制する作用があるかどうかは分かっておりませんでした。そこでこれらを含む脂肪酸代謝物のライブラリーを用いまして、インフルエンザウイルスの増殖に関するスクリーニングを行いました。具体的には人の肺の細胞 A の549細胞にインフルエンザウイルスを感染させまして、これらのコンパウンドでトリートしたときにウイルスの増殖を抑える、化合物をスクリーニングしたわけなんですが、この、赤で示しているものがウイルスの増殖を抑えたもので、こちらにお示ししますような緑の部分とこのプロテクチン D1、PD1 がございます。とりわけプロテクチン D1、PD1 はウイルスの増殖を著しく抑えることが分かりまして、この PD1 は強毒の H5N1 のウイルスに関しても増殖の抑制作用があることが分かりました。でさらにリピドミクス解析を行いまして、感染したマウスの肺で、こういった脂肪酸代謝物の酸性のプロファイルを、解析いたしました。2009年の H1N1 ウイルス、これは弱毒のウイルスでございます。 H5N1 これは強毒のウイルスでありますが、H5N1 のウイルスのポリメラーゼタンパク質 PB2 の627番目に変異を入れますと、弱毒化いたします。変異が入った H5N1 ウイルス、これらをマウスに感染させた感染肺で、リピドミクス解析を行いますと、矢印で示しましたプロテクチン D1 の酸性は弱毒で更新していて、強毒で低下して弱毒化させると更新するということで、いわゆる善玉の PD1 は弱毒で酸性が更新していて強毒で低下しているという病原性との相関性が示唆されました。で、PD1 がどのようなメカニズムでウイルスの増殖を抑えるかということで、ウイルス RNA のフィッシュ解析を行いました。コントロールではウイルス RNA は8時間で核内から核外に核外輸送をいたしますが、このプロテクチン D1 をでトリートいたしますと、ウイルス RNA の核外輸送が抑えられることが分かりました。 RNA の核外輸送には宿主タンパクであります NXF1 が関係しているということが知られていますが、ホストの mRNA はこの Nmats 側の RNA バインディングドメインに結合するということが分かっておりました。ウイルスの RNA に関しましては、ご覧のように Cmats 側に、結合するということが分かりました。で、リップ解析を行いますと、NXS1 にリクルートされるウイルスの RNA、 これはプロテクチン D1 で投与いたしますと、すべてリクルートメントが抑えられるということが分かりました。従いましてホストの mRNA は Nmats 側に結合して核内から核外に輸送されるのに対して、ウイルス RNA はこの Cmats 側に結合する、このリクルートメントを PD1 は抑制しているということが分かりました。すなわちそこで、私どもはこの作用点を異にする PD1 とノイメレラーゼの阻害薬を併用いたしますと重症化が抑えられるのではないかということで、行った実験がこちらですが、マウスにインフルエンザウイルスを感染させて48時間後に、トリートを開始いたしますと、ノイレミラーゼの阻害薬単独 PD1 単独では部分的なレスキューは認められましたが、両者を併用いたしますとマウスの生存率が著しく改善することが分かりまして、重症化の抑制作用があることが示唆されました。従いまして、リピッドのライブラリーのスクリーニングとリピドミクス解析からウイルスの mRNA の核外輸送を阻害する、DHA 由来の代謝物プロテクチン D1 を同定いたしました。
これは、ウイルスの重症化を抑える可能性があるということが示唆されまして、これを2013年に報告いたしましたが、この時ニューイランジャーナルオメディスンのエディターで、からインフルエンザタイムトゥーザターゲットザホストということで、これまで、ウイルスのタンパク質を標的とした抗ウイルス薬、抗インフルエンザ薬が主体でしたが、重症化に関して、宿主側を標的とした治療戦略の可能性が紹介されています。このようなことでインフルエンザウイルス核内で増殖するということが特徴でございますので、次に私どもは、ホストの、クロマチンに着目した仕事を現在行っています。で、人のクロマチンはだいたい2メートルぐらいありますが、これが1個の細胞の核数ミクロンに収まっているわけなんですが、この時にクロマチンは 3D 構造をとっているということがすでに知られています。トポロジカリアソシエイトドメイン、タットやループなどを形成いたしまして、これがエピジェネティックに転写を制御しているということが分かっています。で、個々のクロマチンはアクティブあるいはリプレッシブなヒストンマークが付加されていまして、その領域がの転写が活性化したり抑制されたりというような、こういったクロマチンの 3D 構造をとっています。このようなクロマチンの 3D 構造に対しまして、環境因子、例えばウイルス感染などが加わったときに、クロマチンが 4D のリスポンスをして、グローバルな転写制御を介して病態が形成されるのではないかということで、検討を行っていますが、特にクロマチンのループの形成には、CTCF やコヒーシンといわれるような染色体の構造タンパク質が関わっているということが知られています。で、コヒーシンがロードすることによって、その領域のクロマチンが、ループを形成するというループエクスプロージョンモデルが推奨されていますけれども、私どもはこれに関係してスバホ 20H2 という H4K20 のトリメチル化酵素に着目いたしまして研究を行っております。 H4K20 の ME3 は、ヘテロクロマチン関連のヒストンマークでありまして、サイレンシングリプレッシブに働くということが分かっています。で、合わせてこのスバホ 20H2 はコヒーシンに結合するということがすでに知られています。で、この酵素のノックアウトの細胞にインフルエンザウイルスを感染させますと、ウイルスの増殖が著しく更新するということが分かりまして、この酵素セットドメインとクランプドメインを持っていますが、セットドメインを戻しますとウイルスの増殖の更新が抑制されるということで、この酵素のセットドメインがウイルスの増殖の抑制に関わっているということが示唆されました。で、さらにこの酵素ですが、インフルエンザのウイルスタンパク質 NP タンパク質と PB2 タンパク質と、結合するということが IP や GST のプルダウンの実験から分かりまして、この結合することによりまして HOK20 の ME3 の、酵素活性がご覧のように、低下するということが分かりました。で、感染した肺の組織ですが、感染に伴って HOK20 の ME3 のレベルが軽視的に低下するということが分かりました。したがいまして、インフルエンザウイルスとこの酵素が結合することによって、酵素活性が低下するということが示唆されたわけです。で、合わせてこの酵素、定常状態ではコヒーシンと結合しているということが知られていたわけなんですが、インフルエンザウイルスに感染させますと、このスバホ 20H2 とコヒーシンの結合が抑制されて、コヒーシンがディソシエートするということが分かりました。そこで、こういったコヒーシンが関係しているようなクロマチンの 3D 構造がウイルス感染あるいはこのノックアウトの細胞で変化しているのではないかということで、RNA-seq、ChIP-seq を行ったものがこちらですが、で、とりわけ、HOX-C のクラスターの領域で、遺伝子発現の大きな変化がノックアウトの細胞あるいは感染したワイルドタイプの細胞で見られましたので、この領域を中心に見てみますと、ノックアウトの細胞で
北シーの A と北シーの6の転写が更新しておりまして、でその領域の、タンパクの結合を見てみますと、ポリコーム、や H3K27 の ME3 は、この C の9と8の領域以降に関しては、結合が外れているということが分かりまして、一方アクティブな H3K4 の ME3、 H3K27 のアセチレーション、これがこの C の9と8、C の9と 6と5の領域に付加されていることが分かりまして、さらにこの境界を形成するバウンダリーの部分に、コヒシン、ラット21、とこの CTCF が結合しているということが分かりましたので、この領域がいわゆるループを形成している可能性が示唆されました。ループの形成に関しまして、クロマチンの相互作用を見る解析手法でありますが、4C6 とハイ C を行いました。 4C6 はクロマチン の一定の領域と全ゲノムとの間の相互作用を見る方法で、ハイ C はゲノム間の多体多の形の相互作用を見るものになりますが、今問題の C の北 C の A と、それ以外の領域の相互作用を見ますと、ノックアウトでは北 C8 と北 C6 強い相互作用が見られるのに対して、ワイルドタイプではそのような相互作用はありませんでした。同じくハイ C でも、この青で示した部分になりますけれども、C の8から C の6に、の領域に関しまして、ノックアウトでタッドが形成されているということが分かりました。さらに、この領域のループ形成に関しまして、フィッシュで、角膜からこの領域までの距離を定量いたしますと、ご覧のようにワイルドタイプではこの領域は角膜周辺に、極在しているのに対しまして、感染いたしますとこの領域が角内のより内側に入ってきています。ノックアウト細胞では感染細胞と同様に、角膜の内側に入っているということで、おそらくこの領域がループを形成しているであろうということが示唆されたわけなんですが、このループの形成に関して、CTCF と LAT21 コヒシンのチップを行いますと、 LAT21 ですが、感染細胞あるいはノックアウトの細胞でこのバウンダリーの領域に、コヒシンがリクルートされるということが分かりました。従いまして、ループの形成にこの、もともと、この酵素と結合していたコヒシンが、関与しているということが示唆されたわけです。でこの C6C8 北 C の6-8の領域ですが、これがこの転写が上がることによってウイルスの増殖が更新するメカニズムに関して検討したものですが、時間の関係で結論だけ申しますが、この北 C6 北 C8 の発現が上がりますと、ウィントベータカテニンを介したインターフェロンのシグナルが抑制されて、その結果ウイルスの増殖が更新するということが分かりました。したがってこの北 C6 北 C8 はインフルエンザウイルスのリプリケーションに、必須の領域であるということが分かります。でこういった北 C6 北 C8 ですが、実は、肺がんの患者さんあるいは他のがんの患者さんで既に発現が更新しているということが知られています。でご存知のようにがんの患者さんは、インフルエンザやコロナのが、重症化しやすいという特徴がございますが、免疫学的なファクターがいろいろ検討されていますが、これに加えて今回お示ししましたようなクロマチンの構造変化に関係するようなエピジェネティックなファクターもこの重症化に関係しているというふうに考えられます。で、がんの細胞で、北 C8 北 C6 の発現が更新していまして、がん、の細胞では正常の細胞に比較しましてウイルスの増殖が著しく更新しているということが分かりました。従いまして、ワイルドタイプの細胞ではこのバウンダリーの C の98、C の65の領域にはコヒシンはリクルートしていないんですが、感染いたしますとこのメチル化酵素とウイルスタンパクが結合することによってコヒシンが乖離して、コヒシンがこのバウンダリーの領域に、ロードする
それによってこの領域で、まあ、ループが形成されて、この領域の転写が、まあ、更新するということになります。この領域が先ほどお話ししましたようなメカニズムでインフルエンザのウイルスの増殖に必要ですので、結果としてウイルスの増殖が更新するということになります。従いましてこのウイルスタンパクとメチル化酵素の相互作用が、インフルエンザウイルスの治療薬の標的になりうるということが考えられます。合わせて H4K20 の ME3 ですが、これが低下しているということが重症化のいわゆるバイオバーカーになりうるというように考えています。以上まとめますと、最初の方でウイルスの RNA の核外輸送を制御するような脂肪酸代謝物プロテクチン D1 が同定されました。で、2つ目の後半の仕事ですが、ホストのクロマチンの 3D の変化がインフルエンザウイルスの感染に伴ってダイナミックに変わりまして、この結果インフルエンザのウイルスの増殖に必要な領域が特異的に活性化されてウイルスの増殖をまあ促すというようなそのようなメカニズムがあることが示唆されましたので、こちらも重症化を阻止するような治療あるいはバイオマーカーの標的になるのではないかというように考えています。で、これらの研究に共同研究者として関わっていただきました方々のを挙げさせていただきます。この場を借りて陳謝申し上げます。以上でございます。ご清聴ありがとうございました。